皆さんこんにちは。 TRA 石川伊乃です。私が皆さんにご紹介するのはリムジカルタロット、直訳すると気まぐれタロットというような意味になります。皆さんがよく知っている物語や童謡などがモチーフとなったカードですので、カードの意味と合わせてこんなお話あったなぁなんて楽しんでいただけたら嬉しいです。今日ご紹介するカードはソードの9です。カードに描かれているのは少女、ここにかかっているのは長い長い髪の毛。今回モチーフとなっているのはラプンツェルです。ラプンツェルはディズニープリンセスとして今や大人気のキャラクターですね。魔女に高い塔の上に閉じ込められた生活を送っていたラプンツェルが王子と出会い、塔を離れるという選択肢があることを知り、飛び出して自由を手に入れるという物語。ラプンツェルといえばやっぱりあの長い髪。ラプンツェルの長い髪を使って彼女をこの塔に閉じ込めている魔女が出入りしていました。ずっと塔の上で過ごすラプンツェルは他の誰とも会わず、塔の上で美しく成長していったのです。外の世界に出たい、そう思うことはあっても、そんなことができるわけがないと諦めてしまっていました。諦めの気持ちが本当は問題解決ができるという事実さえも見えなくしてしまうことがあります。ここではラプンツェルが涙を流しています。ハサミがテーブルの上に置かれ、彼女の金色の髪が壁のペグに大きくぶら下がっています。今なら彼女は塔を出ていくことができます。そもそも彼女が諦めていなかったら、実は本当は自分が閉じ込められているわけではなく、出ようと思えば出られることに気づけたはずです。このカードのキーワードは問題を整理して対処するための手順を実行するです。このカードから受け取るアドバイスです。このカードを引いたら、目の前の問題について泣き言を言うのをやめて、問題について何かアクションを起こし、自らの意思で状況を打破する時です。あなたが本当はどうしたいのか、無理だ、できるわけがないという考えを横へ追いやって、しっかり見つめ直しましょう。どうしたいかを明確にしたら、問題を整理しましょう。そしてどんなふうに行動すればよいか、どんな決断が必要かを考え実行しましょう。周りに飲み込まれることなく、自分のために動いてください。社会の期待に合わせようとするより、はるかに簡単で楽しいことです。あなたにふさわしい自由を手に入れてください。それでは今日のまとめです。このような感じで順番に78枚のカードを紹介していきます。本日は石川里乃がお送りいたしました。